選手のパワーは床に伝わる。床が変わればその一歩が届く。室内スポーツのレベルが上がる。体育館の床メンテナンスの常識を塗り替えるメンテナンス剤、ノンスリップ。ノンスリップはすでに多くの小中高等学校の体育館で導入済み。滑りやすさに悩んでいた教育現場で大きな反響を呼んでいます。さらに2020年に開催される鹿児島国体のオフィシャルサプライヤーに決定。なぜノンスリップが選ばれるのか。その理由はノンスリップが誇る4つの魅力にあります。まずは最も大切な安全性について。皆様は次の事実をご存知ですか？水分を含む従来のワックスは床板の老朽化の原因に。体育館の床板が剥離し重傷を負う事故が発生しています。そのため文部科学省は平成29年5月29日の通知によって体育館床板の水拭きおよびワックス掛けを禁止しました。しかしノンスリップは一切の水分、ワックスを使っておらず、文部科学省が定める学校保健安全法の学校環境衛生基準、さらには厚生労働省が定める食品衛生の基準をクリア。高い安全性が認められています。次はその性能。ノンスリップ塗布前と塗布後に専用の機器で滑り抵抗係数を計測すると、ノンスリップは滑り抵抗係数を平均で 0.3 以上回復。これは専門業者のウレタン樹脂塗装と同等レベルといえます。左がノンスリップを使用した床で、右がワックス施工の床。壁に立てかけた2つの床に同じ種類の靴を乗せてみると、グリップ力の違いがわかります。さらにノンスリップは使い方もとても簡単。砂やホコリによる汚れ、また古いワックスが残る床でも下処理いらず。ノンスリップなら使いたいその時にいつでもご使用いただけます。専用モップを使用することで、誰でもムラなく簡単に塗布することができます。では実際に塗布している様子をご覧ください。初めての方でも約1時間でバスケットボールコート2面分のメンテナンスが完了します。清掃、点検、グリップ力回復をノンスリップ一つで同時に行うことが可能です。マイクロファイバークロスは手軽に洗えるため、経済的に衛生的に使用できます。最後にそのコストパフォーマンスについて。滑り抵抗係数 0.3 を回復するためのウレタン樹脂塗装を実施した場合に比べて約10分の1以下のコスト、予算を 90% 以上カットすることができます。一缶でバスケットボールコート6面分の清掃、点検、グリップ力回復を行うことができます。つまりバスケットボールコート1面の清掃、点検、グリップ力回復が9500円以下で完了するのです。清掃、点検、グリップ力回復が同時にできるノンスリップ。ノンスリップのグリップ力をさらに強化したノンスリップハイパーと、体育館の床面の性能と美観を維持するグリップも。日本の室内スポーツの底上げは床から。